はい、えー。今回ね、絶対成功する方法にしましょうか。絶対です。絶対成功する方法。はい。えー、成功するまで圧倒的にやるだけですね。<laughs> ねもうほんと極論ここしかないですからね。で、人それぞれ能力の差はあります。あるので、それを埋めるためにその量の差はあ,あるでしょう。ね、だけど、成功するまでやれば成功するので、うん。だからそこに対してどれだけの時間と、 えー、量をこなしててきたかが全てで、えー、あとはその能力のスペックの差ですだから一、えー、すぐ1覚えられる人もいれば1覚えるのに10やらないといけないっていう人もいるでしょうじゃあ久保さんはどういうタイプだったのかっていうと、えー、1言って1できる人ではなかったです久保さんはどちらかというと1に対して10やる人うんだから何だろうなまあ僕もそうなんですけど あの、自分をより分析できてるというか、なんかね、なんか、いみんななんか、うん、変なプライドがあるのか分かんないですけど、自分は自己分析した方がいいと思うんですよね。自分っていう今収入がもしないんであるならば、うん、それは自分で自己分析した時にどう分析するんですかね。国のせいですか 会社のせいですか俺は世界一スキルもあって世界一能力があるのになんでこんな給料手取り20万だっていう分析になりますか自分を分析した時に足りてないところだったりとか欠けてる部分って多分絶対出てくると思うんですよあとそれを補うか補わないかじゃないですかうんあの人だからできたんじゃなくてあの人はできるようにやできるために何かをやってるわけですよ でもあの人と自分は違うわけです。自分に欠けてるところは何だろう自分に足りてないところは何だろう自分の長所はどこだろう自分の短所はどこだろうで、僕はあの自分に欠けてるところは今トークだと。ね、今までコピーライティングずっとやってきてね、10万通ぐらいメルマガも書いてきてもっと書いてると思いますけどもうトークはね、全くできなかったわけですよ。だからここは生きていく上で絶対喋れた方がいいなっていうところでじゃあ欠けてると。 で、人より喋るのが下手なんで、まあ、えー、そのそ、めちゃめちゃ量こなしたってただけですね。うん、まあ、自己分析ですよ。うん。全然喋るってこと本当にやってなかったですから。僕は裏方で、こういう台本、こういう感じで喋ってくださいとは言ってましたけど、自分が喋る。ね。あの、ま、久保、20時間ライブの時ですかね。あの、ジャージ姿でね。 あの僕バカですみたいなね久保さんなんか前言ってくれましたけどもうほんとね喋るの苦手だったしうん人前で話すっていうことは緊張するし人見知りだしうんもちろん自分の長所を伸ばしていくっていう方法もあるし短所を補うっていう方法もあるんですけど、うん、何をやればいいのかっていうところをしっかり考えた方がいいと思うんですよね。 自分の長所を生かしたとしても、そ,その長所が市場にあの認知されないければ、お金にはならないわけですよ。でもトークって何ですかねトークって選挙活動もトークだし、あね、テレビショッピングショップジャパンとかね、ジャパネットとかた方、全部トークで売ってるわけですよ。選挙の票を集めるのもトーク。ね、大衆を動かすのもヒットラー、トーク。わかります 時代の歴史を見てもトークで対象を動かしてるわけなんでこれは絶対あった方がいいよねって僕は思いました苦手だったけど絶対あった方がいいよねとお金稼ぐ上で人を動かさないといけないのでうんまあ僕はジャパネット高田好きだったんであのずっと見てましたけどあのジャパネット高田の社長がああいうトークできなかったら売れてなくないですかうんだからその 自分を自己分析した上で何をやれば間違いないのかっていうところは考えればわかると思うんですよね。だってそもそもネットビジネスやるんだったらもう4つしかないですよ。もう常にこれ言ってるんですけど、4つしかないです。文章と写真と音声と動画。この4つのコンテンツで成り立ってます。基本ベースはね。これ以外あります文章、写真、音声、動画。この4つです、ネットは。 じゃあ、どれ極めたらお金に直結すると思いますかって考えれば、多分誰でもわかると思うんですよね。うん。だから、それでなんかその、なんだろうな、うんまあよくね、ありますけど、顔は出せないとか、別に顔出さなくてもいいできますよ。できるんだけど、なんかね、考えてるところが、僕はずれてるなと思うんですよね、いつも。だから、普通に考えてでしょど楽に稼ぎたいのにね。 難ししいい方を選択してるわけじゃないですか。<laughs> だから顔があった方が信用しやすいですよね。どうですか <laughs> これ誰でも分かることですよね。顔が見えないところから買うのか、顔が見えるところから買うのか、野菜とかもね、最近だと、顔が見える、えー、農家さん、農家さんの顔が見える写真とか貼って単価高かったりするじゃないですか。安心安全ですよみたいな感じで顔を見せてますよね。QR コードでなんかアクセスできたりとか。 なんかその自分が苦手とかやりたくないとかどうでもよくてまあ売り上げを作っていくビジネスをしていく収益を上げていくお金を稼いでいく上で何をやった方がいいのかっていうそれはなんか分かると思うんですよねうんそうまあ別にねネットは別に顔を出さなくても売り上げ作れますよ作れるんだけどなんか何かなんかそこのなんやろな小さいというか 自分の大きい人生変えるのに、そこ小さくないかって僕は思うんですよね、そんなところで。よくね、久保さんがね、これは僕、久保さんの好きな格言なんですけど、顔出しに関しては、あなた、顔出ししてね、街中歩いてるでしょ、コンビニに顔さらして、顔さらしてコンビニ入ってるじゃないですかっていうね、あれはね、めちゃめちゃね億万長者合宿の中で僕は一番好きなねフレーズですね、顔出しに対して。もうおっしゃる通りですよね。 不特定多数にめちゃめちゃ顔出してるやんみたいだね <laughs>。まあ今はマスクつけて外出しないといけない部分はありますけど、じゃあ、じゃあそれができるんだったらマスクして動画撮ればいいじゃないですかって話ですよね <laughs>。いや、ほんとなんかね、面白いですよね <laughs>。まあはっきり言って、まあ、まあね、ネットはいろんなことがありますので、あの、 なんだ全部が全部正解かどうかわからないですけど、まあ、僕の結果事実からお伝えすると1万7000本本名で顔をさらして、えー、何か被害があったかっていうと何もないです何もないですっていうか1回だけっすよ1回だけ声かけられましたしかもその、ね、僕はアイコスの動画が何万回結構回ってるやつが結構あるんですけど あの車がぶっ壊れたと滋賀県ですね、滋賀県で車ぶっ壊れたときに、レッカー頼んだときに、そのレッカーのお兄ちゃんが、まあ、僕、動画撮ってたんですよね。まあ、その滋賀県で故障しましたっていう動画も2万回か3万回回ってるんですけど、でそれで撮ってたら、あれ、もしかしてアイコスの人ですかって声かけられたのが1人だけです。吉谷拓郎じゃないです。アイコスの人ですかみたいな。1人です。1万7000本撮ってね。 あの一般でああの一般の人から声かけられたの1人ですそれが事実です僕の中でねうん、うん、まあそもそもそんなに再生数いってないですからね僕まあヒカルくんとかあのラファエルさんとか、まあ、ラファエルさんは上手いですけどねあの仮面でやってるので分かんないでしょうけどまあヒカキンさんとかねまああそこぐらいになったらまあまあうわーってなるでしょうけども、まあ、あそこはなれないのでうん まあ、とりあえずね、あのー、やれってことですよ。つべこべ言わず。<laughs> まあ、億万長者合宿はやれとしか言わないですからね。切り口を変えて、いろんな切り口で言ってますけど。はい、いってらっしゃい。